皆さんどうも、こんにちは、いもおとです。ってことで、今日は兄貴が風邪をひいちゃったので、私が動画担当に回りました。イエーイ、パフ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 。私の初メイク動画をやっていきたいと思います。みんな嬉しい？そうか、嬉しいよね。グッドボタンよろしく。春に向けてピンクを使ったメイクをしていきたいと思います。全然参考にならないですが、妹的にちょっとなんか美容系 YouTuber みたいなのしてみたかったので、メイクスタート。なんか何回かカラコンしたことあるんですけど、ずっと欲しかった、じゃん、今田美桜さんのプロデュースしたカラコンを買ってきました。ワンデーのやつなんですけど、グレー系の色になっています。つけてみましょう。わー、つけれるかな。マジ怖いんやけど。いやー、もう怖いよー。これ大丈夫なの。3、2、1。くっつきません。憧れの今田美桜ちゃんになりたいのにつけれないなんてショッキングだよ。いや、目ん玉触っとるし。落ち着こう。から始めれないなんてあります。みんなすんなり入ってんのに、私すんなり入らないんですよ。あ、入った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 。ブス、慣れたはずねんけどない。怖い、やばい、怖い。つけれました。1個目。次、右目つけていきます。イエーイ、2個目つけれた。やば、人ってこんな変わるんやね、目で。下地を塗っていきたいと思います。私が使っているのはキャンディードールブライトピュアベースラベンダーです。メディア UV カットを1対1に混ぜ合わせて使っています。では塗っていきましょう。イエイ、テンテンテンってやっていきます。テンテン。このキャンディードールのやつはめちゃくちゃトーンアップをします。コントコトってすごいね、カラコンしとる人。あ、いって、あ、そうなんや。次にコンシーラーを塗っていきます。美容系って難しいですね、本当に。ザ・セムの明るさ 1.5 みたいな、クマを隠すために私はいつも使っています。ちょんちょん、やばい、塗りすぎたかもしれない。こんな感じでクマを消していきます。てか私、目の充血ほんとやばいっすね。そんなさほど変わりませんね。では次に眉毛をやっていきたいと思います。じゃじゃん、サナエクセルのスタイリングパウダーアイブロウ01番を使っていきます。ここの濃い色と下の色を、眉毛をこれで描いていきます。眉毛ってなんか目に平行な方がいいんですって。私平行にならないんですよね、絶対。 YouTube 界一絶対参考にならないメイク動画になると思います。乞うご期待。事故が、あ、うるさい。ちょっとピン止めしますね、ブサイクだけど。でっけえの使ってやる。シェマネラワーアイドル眉マスカラです。 Kiss Me Heavy Rotation カラーリングアイブロウ08。この色は黒髪の人にも合うし、何の色にも合うって言われているみたいです。眉毛の毛並みに逆らって塗っていきます。毛並みに沿ってスーって流します。でこについちゃったよ。もう左右が対称じゃありません。参考にしないでください。すごく忘れてたものがありました。それはファンデーションです。今からでもいいから塗っていきます。マシュマロフィニッシュパウダー、見に行きましょう。リンメルショコラスイートアイズ015番です。古川優香さんがめっちゃいいと言っていたので買いました。一番上のカラーをアイホール全体に塗っていきます。私は指で塗る派です。二重幅のところに上から2番目のピンクのカラーをのせていきます。様になってきたんじゃない。重ね塗りしていきます。さっきのピンクのカラーをのせていきます。ピンクなんやけど分かりにくい。まあ分かりにくいぐらいがちょうどいいですね。エチュードハウスティアアイライナー、これはすごく涙袋がぷくぷくして見えます。ピュッピュッってのせて指でぼかします。まつげを上げていきます。私まつげ少ないです。挟んだら下にギュッギュッと引っ張ります。エテュセラッシュバージョンアップ、これはマジで買った方がいいです。学生の皆さん買った方がいいです。もうずっとカールされてるし、マスカラ下地って白い塊ができちゃうんですよ。黒いんですよ。だから全然白い塊ができないんですよ。喋ってばっかだからまつげ下がってきた。涙袋を描いていきます。この真ん中の方だけに影を描いていくと涙袋になります。では最後にリップを塗っていきます。リップティントピンクフレイズ07番。まあモザイクでわかりませんけどね。完成しました。イエーイ。すごくわかりにくいですね。お兄ちゃんは嫌な顔してくるんだけど、みんなどうする。今起きてきました。まあ見せれませんけど、こんな感じです。世界一参考にならないメイク動画でした。皆さんも女の子なんだからメイク楽しみましょうね。ご視聴どうもありがとうございました。いきますよ。終わりのピーナッツ。そう、ピーナッツってなんなん。ピーナッツっていうのはピーナッツだな。走り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。響け古い地図や振り捨てて進み始めたこの時は道しるべと
走る